お願いします。よろしくお願いします。はい、今日ちょっとテーマなんですけど、気候変動と、ファッションの見えないつながりっていうタイトルで、ちょっとなんかみんなが気候変動っていう、まあ、大きい問題とファッションっていう身近な問題が、まあ、どうつながってるのかっていうことをあんまりなんか実感ができない、見えないものなのかなっていうふうにやっぱり思っていて、その見えないけれどもすごくすごくつながってるっていうお話を、なんか私も知らないこともすごく多いし、ファッションは結構詳しかったりするんですけど、全体的な地球環境の話とか、今の気候変動の事情とかも含めて、まあお互いに知りながら、みんなで知りながら、あ、そういうこともあるのねなんて言いながら話していけたらなと思います。はい、で皆さんにはぜひ質問、もしなんか聞きたいこととかなんか感想とかぜひ参加いただきたいので、コメントのここにです、追加にっていうところにどんどん入れていっていただけたらなと思います。はい、ということで、でなんか話してて寂しいので、ぜひハートとかですね、こうやってぴょんぴょんぴょんって押していただけると嬉しいです。我々も、はい、テンションが上がるので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、多分私たちお互いにこの間お話ししたばかりだったりするので、改めてなんかお互い何やってんのかみたいなところからなんかお話ししていこうかなと思うんですけど、じゃあまずリサさんの方から、350ですとか自己紹介の方をお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。はい。350 Japan で、オーガナイザーをしてます、リサです。350っていうのは、国際環境 NGO で何をしてるかというと、気候変動を解決するために市民の力でそれをどん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 解決の方向に持っていこうっていう活動をしてて、私自身は、例えばスタンディングとかアクションの企画とか、それのリードとかをさせてもらってます。で、私の他にもボランティアさんの、クルーって呼んでるんですけど、クルーの方がたくさんいて、クルーの人たちと一緒に毎日そういう活動をしてます。で、私は全然ファッションのことはよく知らないので、今日なんか知れたらなっていう感じ、なんか私も学んで帰れたらなって思いながら、ワクワクして参加させてもらってます。あ、ちなみに350の350って書くんですけど、これは大気中の CO2 濃度が 350ppm になると、科学者が言うには、それがみんなが安心して安全に暮らしていける社会というか CO2 濃度なんですけど、今419とかになっていて、とてもじゃないけど CO2 が多すぎる、濃すぎるので、 CO2 を350まで戻そうよっていう思いが込められて付けられた名前です。うん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この間私もこの350の意味を知って、なんかめちゃくちゃかっこいいというか、ね、ネーミングセンスが。これもともと本国ってどちらだったんでしたっけ？アメリカです。そうですよね。アメリカで何年ぐらいにこう設立されたものなんですか、この NGO 団体っていうのは？細かい数字は私今忘れちゃったんですけど、結構NGO としてはすごく新しい方です。うん、あ、そうなんですよね。確かにこの PPM が日常的に使われだしたのも結構最近の方なのかなって思ってて、うん、結構温度 1.5 の上昇とか、あとやっぱフランスとか行くとそれ着てる人とかも見たりして、結構そういう 1.5 っていう言葉尻は結構聞いたりするんですけど、この PPM が使われだしたのもやっぱ最近なのかなと思った時に、あ、初めてその350っていうのがめちゃめちゃちょうどいい濃度というかね温度感というかね、それってあれですかね、私たち自身というよりかは地球全体のいい感じの濃度ってことなんですかね。はい、そうです。私たち自身は今419になってもまだ全然息が苦しいっていうことなんてなく、生きていけるし、うん、1.5 度目標っていうのも 1.5 度って聞くとすごい少なく聞こえる、うん、なんか30度が 31.5 かとか、うん、なんかすごい少なく聞こえるんですけど、うん、やっぱり地球って生きてるものなので、うん、なんかここに障害がなくてもどこかに障害があって、うん、でそこが一つ崩れちゃうと他が全部崩れ出すみたいな仕掛けになってるところがあるので、うん、あ、そうだよね、はい、はい、なのでそうとか、なんか濃度、そうですね、なんか例えばサンゴ礁が死んじゃうとかそういうことになると、うん、また海の中で
そういうふうに、サンゴに頼っていた生き物とかが生きられなくなったり、で、それが結果で今度はなんか海藻が増えすぎて、で、それでなんか太陽が反射されなくなってとか、なんかどん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 、雪だるま方式に 問題が大きくなっていくっていうか、そういうことがあるので、私たち、なんか人間が、人間にとっては大したことがなくても、そのうちすごい、なんかティッピングポイントって言うんいですけど、ますね。なんか山の上にこうゴロゴロ転がして、あるところを過ぎたら、ドドーン。ーンって行っちゃうみたいな。そういう現象が起きるので、350に下げないとって言われてます。なるほど。これめっちゃ深掘りしたいんですけど、後にした方がいいですよね、きっとね。私はいつでもいいですけど、でも、ぜひ自己紹介だけでも聞きたいそうかですな。ね。はい、承知しました。ちょっとじゃあ忘れないうちに後で質問したいことメモっときますね。はい、ありがとうございます。じゃあ私の、説明なんですけど、エンタージーっていう、肩書きはですね、エシカルファッションっていう、いわゆる地球環境、あと人権、それから動物とか、そういう、自分たち着るもの以外ですね、を、ちゃんと配慮してる、そういうファッションを言います。で、配慮って難しいので、なんていうかっていうと、例えば、地球環境においては CO2 も含まれますし、あとエネルギー問題、エネルギーの削減とか、それから水資源とか、そういうのも関係あります。それから、森林伐採とか含めて。で、人のところは、割と作る人がフォーカスされます。作る人っていうのは、その人たちにちゃんと人権があるかとか、労働環境をちゃんとしてるのかとか、ちゃんと賃金払えて、普通に暮らしを送れるのかって、そういう人権を言って、それが守られてるっていう、配慮、そういう意味です。で、動物っていうのも、動物に対して、変な動物実験がないかとか、搾取されてないかとか。で、実は、へえ、普通じゃんって思うんですけど、みんなが着てる普通の洋服って、実は普通じゃなくて、すごい勢いで木を伐採していたり、すごい勢いで大地を枯らしていたり、すごい勢いで水を使い、CO2 を排出して、そんな感じで今、物って作られてきてしまってます。で、加えて、作る人に対しても、農家さん、それから縫製工場さんってすごくいろんなところで人がいるんですけど、その人に対してすごく低賃金で働かせてしまっていたり。で、もう若いうちから、ちっちゃい頃からそういうふうに搾取があったりと。なんで、実は普通に着てる普通の洋服が普通じゃない状態であるっていうのが今現在なんです。なので、それに対してアゲインストであるのが、普通のことが当たり前にできてる、豊かなファッション、それをエシカルファッションっていうふうに言っていて、それを、どういうふうに、じゃあそれは、その基準って何っていうところなんですけど、それに認証がついていたり、そこに透明性があったり、そういうブランドさんをかき集めてですね、それを当たり前の土台、それを当たり前にするために、ある程度玉が必要じゃないですか。のために、私はその世界中を見てですね、日本でこの辺だったらみんな、普通にしれっと着てくれるかなっていうことで集めて、で、そのブランドさんを集めて普通にセレクトして売ってるっていう、そんな事業をやってます。これがベースのセレクト事業で、で、今、それだけじゃやっぱり足りなくなっちゃったりとか、それだけじゃ大きい問題、ファッションが抱える問題ってそれ以外にもすごくたくさんあって、例えば衣類ロスの問題とか、国内でも不当な労働環境で扱われてる、外国人労働者の方の問題とか、すごく国内だけでもたくさんあって、そういう問題を解決するきっかけにもなりたいなってことで、オリジナルの商品を作って、みんなにそれを知っていただくきっかけを作ったり、あとは、バングラディッシュっていうですね、もう世界で2番目、3番目の縫製大国のところで、そこはですね、結構、貧困、世界で、アジアで一番貧困って言われてる国なんだけれども、そこでちゃんとサステナブルなブランドを作りたいっていうことで始めた10プロジェクトっていうのをやってたり。いわゆるエシカルファッションにするために、ありとあらゆる手を使って、みんなに、しれーっとお洋服で伝えて当たり前になるような、そんな活動をしてる。伝わったかわからないけど、そんなことをやってる代表でございます。ともみと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なんで、自己紹介はそんな感じなんですけど、なんか、リサさん、質問あったりしますか？たくさんあるんですけど、なんか、ああ、ですか。はい。当たり前にするってすごい大切だなって思って、はい。気候変動でも
同じですけど、なんか、何も知らないとか考えてないとか、そんな自分が買った洋服がどういうふうに作られたかなんて好きで調べないとわからないじゃないですか。で、気候変動も多分一緒だと思ってて、エネルギーとか、自分の今なんか電気がついてる、この電気がどこでどういうふうに作られたなんて、そんな調べないと知らなくて、なんかつけたら明るくなるみたいなのが当たり前のところで私たちは育ってるから、なんかそういうふうに考えなくても、知らなくても、そういうふうな、エシカルファッションだったり、再生可能エネルギーだったり、そういうふうに、地球に悪くないものっていうのが当たり前に流通してる社会っていうのすごい重要だなって思ってて、なんかそれって、エシカルファッションの業界をにいて、どういうふうな、手応えみたいなのがありますか？ビッグな質問だけど。 手応えですか？これどう、例えば具体的な事例で言うと、今ちょっとお店をお休みしてるんですけど、お店をやってる時は割とトラフィックの多い商業施設でお店を出してるんですね。で、その時に半分ぐらい知らないで入ってくる人が多いんです。エシカルファッションとかサステナブルっていうことを知らずに入ってくるのが約半分。それで逆に知ってインスタとか見て来てくださる人が半分ってなった時に、やっぱり、見た目ってすごく大事だなって思っていて、手応えっていうか自分たちが作り出したい社会って、やっぱりしれっとエシカルっていうのがすごく大事で、やっぱりみんなが選ぶ基準、特に日本はデザインと価格っていうところが大きく存在するから、そこにできるだけ、ストイックなことを設けずに、できるだけみんなが愛用できるような、価格帯と値段でも、そこの下には実はものすごく白鳥のように、足をバタつかせてる、エシカル度合いがあるみたいな、これをやっぱり設けようっていうので、やった結果、その半分ぐらいはそういう知らない人っていうのは手応えというか、まだちょっと足りないなとは思ってるけれども、実際コロナあったじゃないですか。2020年ぐらいの時の前に、出店してた時はエシカルファッションを知ってる入ってきてくれる人が8割だったんですよ。で、知らない人が2割だったので、すごく変わったなっていう印象はあります。だから、馴染んできてるというか、なんか、馴染み慣れ始めてるなっていうのもあるし、皆さんがもしかして、知らないで入ってきたって言いつつ、なんかどっかで、妙なサステナブル感を感じてくれて入ってきたのかななんて、言語化してないけど、っていうのはなんか、本当はちゃんと調べてそうなのかもしれないですね。何かちょっとずつ見聞きして、なんだかよくわかんないけど知り始めて、で、なんかパッと目について、あれ、サステナブルって書いてある？なんだろう？みたいな。そういうのはちょっと正直あるかもしれないですね。知らないで入ってきたって言いつつ。いいですね、でも。だなんかかサステナブルがかっこいいみたいになるといいですよね。ら、本当に、それめっちゃ目指してます。なんか、今、ちょうど、このまま話し続けていいのかわかんないですけど、10年着るってかっこいいっていうのをコンセプトにおいて、今ブランド、今私がこれ着てるのそうなんですけど、これ10年 T シャツっていうんですけど、10年着られる耐久性と、10年着られるデザインっていうのをベースに、ほんとベーシックなんですけど、なんか、一手間一味を感じられるっていうポイントと、あと生地の耐久性とか考えて作ったんですけど、これを着工して古くなったら、また資源として、反毛して、またこの T シャツの一部にするっていう、そういうプロジェクトなんですけど、コンセプトがやっぱり、その使い捨てとは真逆の、なんか、10年着てる俺ってかっこくない？みたいな、そういう風な、そういうポジティブなっていうか、ある意味新しさみたいなものを今売りに出そうとしてて、なんか気づいたら10年着てるなって商品ってきっとあると思うんですよ。多分リサさんもいっぱいあると思うんですけど、気づいたら10年着てるってなんだろうって思った時に、やっぱり着心地が良かったり、なんか愛着があったり、それが丈夫って意味ではないっていうのもすごく理解していて、ってなった時に、
なんだろうな、10年着続けてる、俺ってかっこいいみたいなものもプラスアルファして、なんか売り出したいなっていうので、うん、今ちょうどね、始めたばっかりなんですけど、そんなこともやってたりしてますよ。へー、すごいいいですね。10年着てるものは私意外と、あ、でもあるか。うん。でもなんか買った時に10年着るつもりではなくて買ったんですけど、感じですよね、絶対。はい。10年前は私、サステナブルとかよく分からなかったし、うん、そもそも多分、中学生か高校生だったと思うので、うん、何にも知らずに、中学校の体育の授業の時に買っ、なんか、着るために買ったジャージみたいなのを今でも着てます。そういうのでもありますよね。なんか、うん、今日ネタとして着てくの迷ったんですけど、めちゃくちゃボロボロの、なんかここに 3R って書いてあって、リサイクルのマークが書いてあるすごい T シャツがあるんですけど、うん、それも私、うん、めっちゃボロボロなんですけどずっと着てるんですよね。なんかあります、ありますよね、そういう思わず10年たまたまですけどね。なんかそういう1枚意図としても着てほしいし、気づいたらっていう両方を叶えたいなって感じなんですかね、きっとね。うんうんうん、そのジャージみたいな感覚もめっちゃわかるし、うんうん、そうなんです。ありがとうございます。こんな感じで、行くんですけど、なんか私さっきの質問いつしようかなって思いつつ、はい、なんか聞いてもいいですか。私もラリー形式で、いえ、あのさっき言った今の PPM の話に戻っちゃうんですけど、419じゃないですか、今の時に耐えきれなかったその生命体とか生き物って最近だとどんな方とか言っちゃった、どんな方がいらっしゃるのかなっていうのが気になって、もしご存知だったら。はい、でもすごい本当に生物って言ってもなんか動物だから、生物って言われて想像に出てくるのもなんかパンダとか、うん、キリンとかゾウとかでっかめのやつなんですけど、うんうん、やっぱりちっちゃくいくと、カエルとか、虫、昆虫とか、はいはいはい、そういうものがもう本当に毎日、絶滅に追いやられてるってぐらい、うんうん、今、絶滅のスピードが、なんかもう恐竜の時代と同じか、それ以上上回ってるぐらい、うん、すごいみんな絶滅に向かってて、うん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 、第6絶滅の波、みたいな、ちょっと、本当、ちゃんとした言葉忘れちゃったんですけど。私も。はい、第6回目の、絶滅の波って言われてて、そう。で、カエルとかが結構、お亡くなりになられてます。カエルか、なんか、それ、実は、なんだっけな。カエルが死んじゃうと、今度、そのカエルを、あれですよね、カエル様を食べてらっしゃった人たちが繁栄しちゃって、で逆にそういう生態系の変化が起こっちゃうんですよね。そこがまた問題になってくるんですよね。そうで、気候変動でも同じことが起こってて、はい、ちょっとあったかい方が、バッタって好きで、バッタはあったかい方が好きらしくて、はい、でちょっと私たち気温が上昇してあったかくなってるので、あったかくというか暑くなってるので、うんうん、どこだったっけな、どこかではバッタがすっごい大量に繁殖しちゃって、あ、アフリカだ、もうアフリカだから、ね、食物を全部食い尽くしてみたいな、うん、で人々飢饉みたいな感じになってしまって、うん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 、でそれでそうバッタが大量発生して、そう植物がなくなって人間が逆にお腹空いちゃうみたいなこともあるし、うん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 、あとはなんか逆に暑いのが嫌いなものっていうのは、うん、育たなくなったりするし、なんかマラリアがもうヨーロッパでも出始めたみたいな、蚊がそう、普段ヨーロッパにはいないはずの量の蚊が、うん、イタリアの南部とかちょっとヨーロッパでも暑い方に来ちゃって、でイタリアでマラリアがのケースが出てきたみたいなことがあるらしくて、なるほど、そういうところからなんかちょっとずつですけど来り始めてる、うん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 、らしいです。確かに私も先週のニュースでのスペインが41度更新したっていうのを聞いて、もうずっと2025年までそれが変わらない、むしろそれが平均気温になるみたいなのがあって、
ヨーロッパ全体的に湿度とかがあんまりなかったりとか、高温じゃないから、結構建造物とかすごく残ってるじゃないですか。で、地震も少ないし、多分そこら辺とかもなんか変わってきちゃうのかなって、建物とかにも、文化遺産とかにも影響しちゃうのかなとか思いつつ、そう、今のマラリアのケースも、イタリアもそうだし、多分あの辺りの、スペインとかドイツとか、その辺りもすぐ発症しちゃうんだろうなっていう、なんかそうなんですよね。ね、なるほど。なんか、そう、本当に、文化にも影響出てきてるなって思いますよね。なんか、いや、本当に。私、オランダに長年あ、そう住んだ、でそうただんですさ。けど、そうだ。そうなんですけど、私がオランダに渡ったの2011年、東北の大震災があった直後に引っ越しをしてて、ちょっと関係ないんですけど、いえいえ、全然全然。時期的に、それぐらいに引っ越しをしてて、で、2011年にオランダに渡った時は、最初の3な、3、こう、3年分の冬は、運河が毎冬凍って、もうカッチカチになるので、サラリーマンがアイススケート履いて、革靴を持って、こうやって出勤するんです、運河を。3そう、年だか間らですなんかか？もう、そう、最初の3、4年ぐらいの冬は、そういう光景結構よく見てて、私自転車通学だったんですけど、それを横目に見ながら、なんか、私は学校に行って、彼らはスーツを着て、アイススケートで出勤してるみたいな、すごいなと思ってて、なんですけど、私が最後の方の2020年とか、私が日本に出てくる直前の冬とかは、もう、雪さえ降らなくなってて、冬、雪を一回も見ずに冬を越すってことが結構、何年か続いて、今年も雪降らんかったね、みたいな。今の東京と同じぐらいの、雪降った、溶けたわ、みたいな 感じのが多くなってきてて、なんかそんな、私いたの10年弱なんですけど、10年でそんなに変わっちゃうんだっていうのがすごく衝撃的でした。で、いそれでな、やー、ね、すなんかアごイススケートの文化とかもなくなっていくし、そのなんか光景が見られなくなってしまってて、ね。じゃあそれもやっぱ419の濃度が関係してるってことなんですかね。やっぱりそう、ヨーロッパ多分全体的にすごく暑くなってて、気候変動、すごい、こっちは超暑くなってるけど、こっちは超寒くなってるみたいなことがあったり、日本は気温もそうだけど、雨、豪雨がすごくなったり、台風が強くなったり、頻繁になったりするので、場所によって、その気候変動の現れ方っていうのは違うんですけど、多分、ヨーロッパの北部とかって特に気温ですごく現れてて、すっごく暑くなってわて、かる。そう、砂漠化してるみたいな感じになってる。いや、なんか、だから、結構、私の取引先、ヨーロッパは結構多くて、で、プラス北欧も多いんですけど、なんかね、気候変動に対する危機意識というか、やっぱりそれを題材にした T シャツとか洋服多いんですよ、やっぱり。例えば、そのさっき絶滅危惧種の話あったと思うんですけど、ハチドリってあるじゃないですか。南米とかいろんなところにいる。で、ハチドリがやっぱり絶滅危惧種で、確かおよそ150だか1千、ちょっと桁忘れたんですけど、種あったのがもうおよそ8分の1とか3分の1ぐらいになってしまっていて、もう残りが確か150種しかないっていう中で、ハチドリのその、シャツと靴下とか作って、まあ、それを、ハチドリたちが暮らせるように、そこの保護施設に、その買った分だけの、まあ、何パーセントかを寄付できるように、まあ、そういうアイテム作ったりとか。で、それで私、めっちゃ買って、その、しゅ、いや、それ、それを着てると、やっぱ羞恥にもなるし、もちろんそうそですよの、ね。もちろんその、ちょっとした直接的なアクションにもなるし、なんかそういうのが多いなって思ってましたし、あとは、やっぱ植林をすごく、するブランド多くて、買ったら植林につなげようって、うちも今パクってそれやってるんですけど、やっぱりその CO2 の濃度を減らすためには植林をする方が手っ取り早いよねっていう、なんか都市伝説的なものってすごく曲がり通ってて、ヨーロッパでは。だから結構植林する団体に寄付をして、それをボランティアで小学生にやらせるようなツアーを組んだりとか、結構、
アパレル医療なんだけど、買うと何々っていうの結構やってたりして、そう、なんか事例挙げたらすごくキリがないんですけど、やっぱりそれって肌で感じてることが非常に日常茶飯事で多いのかなっていう印象があって、なんか特にね、スウェーデンの人と喋ってるとすごくいつも思います、なんか。なんか多分、スウェーデンって、氷山みたいなのあるじゃないですか。ヒューロードだっけ、ちょっと忘れちゃってましたけど、なんかやっぱりそれがものすごく年々年々溶けてってるんですって。で、それがやっぱり自分たちの文化にも影響してるし、プラス、まあ暮らしにも影響してるっていう部分で、やっぱりそこを、まあ変化として捉えず、まあ、止めようっていう気持ちがあるみたいで、結構そういうね、ファッションブランドですけど、うちのブランドさんとかもそういうことをやられてたり、へえ、そうなんですね。します、します。それで結構、なんか、感じる、なんか、ああ、温度差、なんかこう、日本が、なんでこんなに自分ごとで、私まで含めてですよ、なんか、なりにくくて、向こうはそうなんだろうって思った時に、やっぱり直面していることと、実際がやっぱ、ちょっとしたことかもしれないけど、異なるのかななんて思って、見てますけど。だから、リサさんの今の話、10年間での暮らし方の変化というか、雪も全く降らなくなっちゃったみたいなのを聞くと、やっぱりちょっと、ヨーロッパの方では、やっぱ大げさに物事、気候変動みたいなことが、もう、マジリアルで起こってるのかななんて思いましたね。でも日本でもなんか結構起きてません？最近やばいですよね。最近やばい。最近って言ったら、なんかちょっと、なんかあれですけど、台風はものすごいですしね。やっぱり、まあ、ゲリラ豪雨、やっぱさっきね、おっしゃってましたけど、雨とかも、あと気温ですよね、やっぱり。でもなんですかね、それとやっぱり自分たちって結びつけづらくないですか？ね、そうですよね。なんか、そう、最近暑いねとか、今年梅雨短いねとか長いねとか、なんか、あるんですけど、事象は。それがなんか、その、気候変動とか政治とか自分みたいなところにつながってきづらいっていうのがなんかあるのかなって私思ってました。なんかちょっと話変えちゃうんですけど、そんな中でどういうふうに、なんかその今、お仕事というか自分のライフワークとかと結びつけて、まあ、今自分ごとになってるかどうかは、わかんないんですけど、それも聞きたいんですけど、どういうふうに今結びつけて、こう、みんなに、デモやったりとか、されてるのかなっていうのちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？言いたいことがたくさんある。ああ、ぜひぜひ。なんか、例えば、気候変動で、なんだろう、なんか、話す機会がそもそもないというか、あんまり気候変動の話っていうものをしないじゃないですか。テレビでもあんまり見ないし、ラジオでも聞くわけでもないし、なんか気候変動というもの自体がすでになんか、ああ、なんか頭のいい学者たちがなんかやってるね、みたいな感じになってて、自分たちの生活もかかってたり、とか自分たちでできることがあるみたいな風に翻訳されてないなって思ってて、で、それは、なんでだかちょっと、私もわからないんですけど、てか正直私もそういうところ、もちろん私、みんなそうだと思うので、なんだろう、その気候変動が、の対策をしなきゃいけなくて、それはもちろん自分たちで、電気をこまめに消すとかできることはもちろんたくさんあるけど、それ以上に、すごいいろんな、政治とか、企業とか、業界とか、大きな、チェンジが起きなきゃいけないなって思ってて。とか、ファッションで言うと、もちろん自分たちが、これを買うといいとか、こっちのブランドがいいって、こうやって寄り集めていくっていうこともできるけど、本当にやってほしいのは、全部の企業さんが、エンタージーさんみたいに、そういうラベルを、透明にするとか、透明化する、情報を、開示するとか、全部人権にも、生物多様性にも、環境問題にも全部気を使って物を作るみたいなことを
全部の企業さんがやってくれるのが本当は理想的じゃないのかなって私は思ってるんですけど、そこが今ないので、そういうふうに私たちみたいにこういうふうになんかこう見極めて、ここはいいところだからここで買う、ここはいいところだからここでも買えるみたいなふうにちまちまやっていくってことが、そこの最終的なシステムチェンジというか大きなチェンジにつながるんじゃないかなって思ってます。なるほど。ってなった時に今されてるアクションとかそういうのにつながったりするんですか？ぜひ銀行のやつをお話ししてほしいです。ありがとうございます。そう、銀行、もちろんお金を化石燃料産業に投資しないみたいなのってもちろん大事で、気候変動の最大の理由は化石燃料産業で、もちろん私たちが化石燃料を買わないようにするみたいな、化石燃料でできたものとか、それこそ車に入れる石油とか、ガソリン、車じゃなくて、で歩くとか自転車にするとか、そういうチェンジはできるんですけど、それでできる一歩一歩っていうのより、ものすごい莫大なお金を銀行とかって融資していて、なんか銀行が持ってるそのお金に比べたら、私たちがなんかちょっと我慢してここのスーパーの距離を車じゃなくて自転車できましたみたいなのってもうなんかなんともないじゃないですか。なので、今、350でやってるのは、そういう大きな銀行とか、すっごい大きいお金を流してるところに、すみません、化石燃料にお金を流さないでくださいっていう、化石燃料じゃなくて、再エネとか、なんかもっと環境に悪影響を及ぼさないとか、環境にプラスなところに、ぜひお金を回してくださいっていうふうにお願いをしに行くために、デモという形で、私たちの声を伝えに行くっていうことをしてて、実は日本の3メガバンクが世界中の石炭に対しての投融資のトップ3なんです。びっくり。そう。私、この間聞いて、めっちゃびっくりしましたよ。そうですよね。なんか世界中でって感じですよね。まあでも石炭大国だからね、日本なんは。です。そうなんです。そう。だから、それってすごい恥ずかしいし、まず。しかもなんかそんなにたくさんのお金があるなら、いいところに投融資したら、すごい大きな変化が起こると思うんですね。なので、そこに、どんどんお金を、なんか、悪い方向に使うんじゃなくて、いい方向に投融資してくださいっていうふうに、呼びかけるために、そう、今週木曜日も、三井住友さんと、三菱 UFJ さん、の、株主総会があるので、そこの前でスタンディングアクションをしますっていうのが、あります。で、先週は、みずほさんに、スタンディングしてきて、結構たくさんの人が集まってくださって、皆さん、ね、なんかアクションしたことないけど、声を届けに来ましたみたいな方がいて、すごいパワフルだなって思って、ね、なんかそんな急にスタンディングとか言われて、ちょっと、おじけづくじゃないけど、なんかそんなに私、スタンディングすごい憧れてましたっていう人ほとんどいないと思うんですね。私もなんですけど、まあ、かっこいいなって思ったことあるけど、自分がやりたいかって言われたらちょっと怖いなみたいな、恥ずかしいなとか、なんか言われないのかなみたいなことがあると思うんですけど、そういう気持ちを超えて、いや、市民の声伝えるべきなので、地球のためにみたいなふうに来てくれた方がいて、すごいかっこいいなって思ってます。そうなんだ。いろんなやり方って、伝えるやり方って、さっきのちまちまやっていくことよりも大きいところドカーンって言いに行った方が早いっていうのにめっちゃ共感するんですけど、その中でもデモっていうツールに至った、経緯って何かあったりするんですか？なんか、社会をより良くしていくときに、気候変動もそうですけど、人権とか、差別とか、そういういろんな社会問題がある中で、一番大切なのって、やっぱり民主的な、決定プロセスとか、民主主義だと思うんですね。で、どうやってそれができるかなって考えたときに、もう、シンプルに市民が声を出せばいいんだって思って、もちろん、なんか、株主に
なって株主提案をするとか、すごい、政府が相手だったら陳情を届けるとか、請願を届けるとか、すごいたくさん方法は、市民の声を届ける方法はあって、なんですけど、その中でも一番やりやすいんじゃないかなって思ったのが、スタンディングとか、フォトアクションとかで、本当に誰でもできるっていうか、行って立つだけで、難しい言葉も使わなくていいし、難しい、なんか、株主提案ってどうや、株主ってどうやってなるんだろうみたいな、そういうプロセスもなくていいので、それが一番みんなが参加しやすくて、みんなの声が届きやすいんじゃないかなって思ってて、本当に、会場の前に行って、メガホンでスピーチしたり、段ボールに自分の思いを書いて、こう、立ったりするのって、本当に、誰でも勇気さえあればできることだと思うので、そう、だから、スタンディングに至りました。なるほど。意外にシンプルなツールってことなんですね。なんか気はい、持ちにも、そまあう思っツてールまとす。しても。ああ、そっか。なんかその考えに至らなかったなって思いながらも、今聞きながら、私事なんですけど、めちゃくちゃ怒ってた時期あって、もう腹立つぐらい怒ってる時期があって、っていうのも、なんでみんな死んでんだよとか、そっちのちょっと、まあ汚い言い方ですけど、本当に誰かが怒ったり、表面的にアクションを起こさないと気づいてもらえないんじゃないかっていうほどと、憤り、何度言ってもこの、後で説明するんですけど、やっぱり石油とファッションってすごい結びつきなんですよ。で、やっぱり化石燃料に頼りっぱなしの産業を直さないと、これ以上もう未来がないって憤りを覚えた時があって、で、なのにこう買い続けるとかで、もう、まあ、変な話、ファストファッションとかを本当にやめさせないとって本当にこう思ってしまった時があったんですね。もう結構前なんですけど、もうでその時にやっぱりちょっとやっぱ演説っていうイマジナリー私がですねいましたね。やっぱり演説皆さんと なんかそれはだから私さっき聞きたかったの、実はこう衝動的に動かれてるのかなって意味で、なんかちょっと聞いてみたかったなっていう部分はあったんですけど、なんかさっきの話聞いて感想にはなっちゃうんですけど、意外にすごく、なんだ、シンプルでクリティカルなツールなんだなってすごいちょっと思いました。で、だで、から、そうすると、いいね、全然全然。そうすると株主の人たちも、株主総会行く間に、なんか、私たちがこうやって段ボール持って立ってんの見て、あ、気候変動、へえ、そんな風になってんだ、みたいな風に入ってって、で、株主提案、総会で、その気候変動のなんか法案とかがあったら、対策ぜひしてほしいですっていう意見を言ってくれたり、それが結構重なって、年々それに賛成してくれる人が増えてってるんですね。いい今流れてきたので、その今やられてることとのちょっとしたなんか成果みたいなのも聞きたいな、お聞きしたいなと思ったので、ぜひはい。ありますか？そう、最近だとすっごい大きいのがあって、イーコプっていう東アフリカ原油パイプラインっていう、パイプ、石油のパイプラインがあって、それは1443キロっていう、ものすごい長い、ウガンダとタンザニアをつなぐっていうプロジェクトで、そこ、1443キロって日本で言うと、青森から山口ぐらいなんです。本州。おお、そう。ほぼ本本州を州全部もオイつルなパぐイプみたラいインな。みたいな。なるほどな。そうか、1500キロぐ本当らいありまに、すもんね。なので、で、しかももちろん途中に、石油が燃やすと、CO2 になって、ああっていうだけじゃなくて、もちろん途中に国立公園とかがあったり、森林伐採がすごかったり、立ち退きを強いられてる住人とかもいて、すごい人権的にも、生物的にも、気候変動的にも、なしだろっていう感じのプロジェクト。で、それに、もともと、三井住友フィナンシャルグループと、が、財務アドバイザーかなとして関わっていて、で、プラス、融資もしてるんじゃないかって言われていて、で、三菱 UFJ の方も、融資をしないとは言ってないみたいな。みずほは、私たち、こんな人権がひどい間は何も融資しませんよっていうふうに宣言してくれてたんですけど、他の2つはしてくれてなくて、いや、融資しないでください。
融資しないと宣言してくださいっていうふうに、何回かにわたって去年からずっと訴えてたんです、私たちも。で、もちろんいつもの銀行キャンペーンみたいなのもありつつ、いつもの化石燃料にお金回さないでねっていうのもありつつ、プラス、E コップには絶対関わらないでね、関わられませんよって宣言してくださいっていうキャンペーンをしてて、で、なんかみんなが、お客様相談室みたいなところに電話した、して、すいません、もしもし、やめてくださいみたいなのわあ、となるほか、ど、なるほど。そういうのをやったりして、で、この間、ついこの間、6月かな？ 5 月、5月末か6月上旬に、ついに2つの銀行が、私たちは現在関与してませんと宣言してくれて、そう、すごいですよね。やりそう、まだしたからね。もう、市民がこんなにうるさくするんだったら私たち言わないといけないと、みたいな感じで、本当に市民の力で、もう私たちが、ね、とやかく 言い続けたから、向こうも分かってくれて、関与してない、今は関与してませんって。ね、もちろん今後も関与しないって宣言してほしかったんですけど、とりあえず現在とりあはえ関与ず、しそてのま E せコッんっプていは。う、ああ、そうそうそうなんだ。そうそう、っていう成果がありやまりしましたた。ね。すはごい。い。すごい嬉しかったです。2年越しとかそのぐらいですよね、きっとね。まあ、いや、言いでも、始めたのはもっとあれか。いや、1年くらい半か。とかかな、確なか。るほど。わあ、でも、E コップ自体はまだ続いちゃってるんですよね、きっと。そうな、まだ、予定の段階、計画の段段階階だ。で、そう、リードはフランスの石油会社のトータルっていうところがリードしてやってるので、世界中ではまだ、トータルに反対運動とか、他に融資してる中国の銀行とかがあったりして、いろんな銀行、いろんな石油会社に、イーコップやめろ、イーコップやめろって言い続けてるんですけど、その中でも、まあ、財務ファイナンサーだ、財務アドバイザーだった三井住友が関与しないって言ったのはすごい大きい出来事だなって思ってます。なるほど。いや、素晴らしい。なんか、結構こういう市民が声を上げて、ものが変わっていくっていう事例って、海外で割と聞いたことがあって、で、あ、そうなんだって思いつつ、日本でもいつかとは思うものの、あんまりこう、身近な事例で見たことがなかった中で、すごい。なんすか、ごいですよね。すごいと思います、今の話。いや、なんかちょっと、明日からちょっと立とうかなぐらいにちょっと思い始めたぐらい、いや、ちょっと、声出してみるもんだなって、やっぱ思いましたよね、絶対。とか、やっぱりその、どうなんですかね、財務アドバイザーの、まあ、三菱がやらなかったことによって、その後やっぱり今言ってたフランスとか中国のところとかも割と闇に入ったりするんですかね。なんかそういう世界的な影響もちょっと今後見てみたいところですよね。なんはか。い。そう、今後はもう本当に違う。日本でターゲットするところはちょっと今2つ少なくなったところなので、そうですよそう、ね。今度なは、るほど。ね、大元である、主催者みたいな立場にいるトータル会社とかに働きかけるのがいいのかなって思ってたいりしやー、ます。なんかね、あれです。今、すごい話聞いてて、なんか、やっぱり、いろんなことに応用が効くなって思いながら、ちょっと話聞いてたんですけど、なんか気候変動の問題って、その、やっぱり、その、みんながデモしてる理由ってちゃんと必ずあって、なんか、ただ単純に、その、訴えを起こして、その、こんな社会嫌だっていう風な、捉え方もするっていう部分はあるかもしれないですけど、非常にやっぱクリティカルなんだなってことすごく実感してて、ターゲットを銀行にするっていうところとか、やっぱりその本質的というか、どこがそれをやってるからこうなってるっていう、なんかすごくクリティカルなんだなって思って、すっごい今、はあ、明日でもやろうかなってちょっと でもあれですけど。いや、でもすごいですね。そこは、なんかちょっと感動しちゃいました。感銘受けちゃいました。いやー。なんかっていうのも、やっぱりファッションってめちゃくちゃ問題多いんですよ。なんか。で、ただ、それを知ってる人とか、その大きい問題って捉えにくいとか、やっぱさっきのエサさんが言ってた、なんかその自分でできることって大したことないしなっていうふうにされちゃったりとか。で、同じように、なんか、
今からできるアクションみたいなことが割と数値化されてなかったりとか、それが、うんうん、論文でも何とかでもあんまり表されてないっていうのがやっぱ私もすごく感じている部分で、だけどなんでエンタージーやってて一番思うのはやっぱり洋服を通じてできる社会貢献とか、洋服を通じてできるその環境の変化とかソーシャルインパクトみたいなことをめっちゃ正直大事にしてて、だけど一人一人悩みはやっぱり一人一人がこう変えてくれても計算したこともあって、なんか例えば、うん、と東京都内にいる人が1枚オーガニックコットンの T シャツに変えただけで、うんとね、何億何千っていう CO2 が削減できるって計算になったりとか、お水の量も半分だったりとか、いや結局そのぐらいのインパクトって実は持ってるのに、そうだから今私10着のうち1着でもっていう風に言ってるのはそこで、その1億3000万人の人が、まあ、1枚買ってくれたら相当の量の CO2 の削減と、お水の量、エネルギーの量、それから、まあ、あの基本的には、作物および、まあ、地球環境の保護にもなるし、作る人の保護にもなるし、いいこと尽くしなんですよ、うんうんうん、だから 1.3 倍するかもしれないけど、そこの投資って大きくって、それをすごくまあ念じてやってるんですけど、もう10着の10着でもって、うん、まあなんですけど、やっぱその大きいインパクトってやっぱりこう見つからなくって、今の銀行さんに何かを訴えるとかそういうのが思いつかなかったし、なんか自分がやるべきなのかやらないべきなのかっていう、なんかあそこまで言ってなかったかな、足してなかったかな、いやとにかくソリューションが見つからなかったって感じですね、どちらかというと、うんうんうん、より良い大きなインパクトを出すにはっていうので、なんでいやでもいいなってすごい普通に思ってます今、うん、なんかもう今デモのことしかちょっと考えてないぐらいでもなんかファッションもすごいなんかいい、うん、な意見表示、意思表示、意思表示、はい、うんうんうん、意思表示の方法になるなって思って、はい、なんかね、デモってその段ボールにメッセージを書くとかして歩き回らないとメッセージが伝わらないじゃないですか。でもそんなこと毎日知らないじゃないですか、うん、まあ確かに、まあうんうん、でもなんかあの古着を着るとか、はい、もちろんあの他の人から見たら古着かどうかなんて分かんないかもしれないけど、うんうんうん、そういうふうに毎日毎日意思表明をできるものってすごいなって、うんうん、あの私普段感じてます。なるほど、だからそう毎日できるアクションですもんね洋服は、うんうん、うん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 、確かに。だからなんか私はいつもその一個の選択、今日、まあ、ファストファッションを着るのか今日エシカルファッションを着るのか、このたったの選択肢の中ですごい未来が違うっていうインパクトを、うん、やっぱねみんな見くびないでほしいなって本当そうですよね、めっちゃ思ってて、いやその分のなんだろうな、重さも違うし、そのやっぱりこっちは長く持たなかったりして、うんうん、後々の要するに、9200万トンぐらい破棄されてる中ほとんどファストファッションだったりするんですけど、うん、それが結局、うんうん、まあ、化石燃料なんで燃えないし、あ燃えたらメタンになっちゃったり、うん、CO2 になったりするし、埋めてもやっぱり同じようなことが起こったりとかして埋まんないし、だ全然いいことないんですけど、まあ、それがある意味リサイクルしやすかったり、ある意味まあ土に帰るって言っても土壌が必要なんであれなんですけど、なんかそのベースがもともと天然由来だったりすると、まあ、全然その影響値って違うんですよね。だからなんかその辺考えた時のインパクトって着てるうちに感じられたらどんなにいいかなっていうのはすごく日々思ってるし、みんなにも知ってほしい、うん、アクションの一つかなとは思うんですけどね。そうそうそう。で、なんかちょっと小ネタ用意してたんですけど、なんかあれなんですよ、結局 CO2 排出量ファッションってエネルギー産業の第2位って言われてて、やっぱり産業としてのインパクトってやっぱ大きいんですね。で、それの内訳っていうのが、だいたい原料生産、原料、うん、そう、石油由来のものを作るために抽出してそれを紡績してっていう、そこのプロセスが、そうプロセスが約3割だったかな、うん、なんですよ結局。だからその原料を変えるだけでも相当のインパクトの
まあ、CO2 の削減とそこにつながるっていうのを、なんかやっぱりみんな知らないし、知ってほしいなって思って、そう。だから、なんかその排出量は業界にいて止まっちゃってる情報が、結局その内訳とか、そのそうさでらすね。に中身、どこのプロセスが一番多いんだっけ？みたいなところを考えてみると、結構、あ、じゃあ、石油由来のもの着ない方がいいなとか、じゃあ石油由来のもの作らない方がいいなとか、すごくそういうシンプルになっていくはずなんですよ。確かに。なんでやっぱファクトを知るってすごく大事かなって思ったりして、そうそう、今日はちょっとその小ネタだけは持ってこようと思って、そうそう、ありが思ってとうごた。ざいます。いえいえ。リサさんも知ってました？なんかその辺とか、いなんやー、か、知らなファッかっショたンです。産業。あ、本当ですか？ファッション産業2い位っや、ていうの知ってました？CO2 の2位とまか。では知ってました、私も。そう。でも、なんかその中で、想像がついていなかったというか、なんか、ああ、服、そっか。私の、そう、なんか、買って、着て、で、なんか、もうボロボロになったら捨てる。で、その前か、その後のプロセスは、なんかもう見えないので、なかったことになってるっていうか、で、そういう人がすごい多いんじゃないかなって思ってます。そう。だから、なんかその、着てるものが、まず原料を見てほしくて、なんか何で作られてんだろうっなて。んだ古ろう。着買うにしても、そう、古着買うにしても何でもいいんですけど、ファストファッションにしても、とりあえずまずね、原料を見てほしいんですよ。で、まあ、天然素材だからいいってわけではないんですが、やっぱりその、じゃあ、今回はとりあえず気候変動ってことで CO2 って観点で言ったときに、何でした？何でした？商ポ品っリエて。ステルでしポリエた。ステルですね。ってことは、やっぱり石油由来のものが、もう、いいんです。便利だし、すごくそこに我々は恩恵を受けてきてるから、それはもう、しょうがないって言い方変ですけど、そう、まあ、ポリエステルって多いんですよ。もう、ほとんど、6割かな？化繊って言われるものが今6割なので、ほぼほぼ多分お洋服の、おそらくクローゼットの6割は、だと思うんです。だから、それこそ、本当に石油に対して依存してる産業なんですよ。なんで、ここから抜け出すのってすごい大変だし、やっぱり産業として大きいんですけど、なんかあるデータでは、この同じ工程をずっと繰り返してると、2030年までに、CO2 の排出量って60%急増するって言われてる予測があるんです。だからこれ本当続けちゃいけないんです、本当に。本当ですさっきのね。濃、そう、さっきの濃度問題あったじゃないですか。419？ もうはるかに超えちゃうと思います、こですれ。よね。そりゃ、りゃやばいですよね。そりゃやばい。そりゃやばい。そう。だ衝から、撃。そう。で、やっぱそれはやっぱ原料に由来してる部分が大きいので、できる限り、もう新品買うんでも、できればポリエステルじゃない方がいいなとか、それこそポリエステル買うな運動をやりたいぐらい、そのぐ確からに。い、やばいぞ、そう、化石燃料、脱化石燃料ってやらないと、これはね、ずっと依存し続けちゃう。で、ポリエステルってやっぱり、いろいろ歴史があって、その天然素材ではなかなか出し得なかった、このシワにならないとか、洗濯してもよれないとか、すごくやっぱいい部分ってめちゃくちゃ持っていて、で、あとは一番はファッショナブル。いろんな質感とか、出たりとか、もういろいろ変幻自在っていうのもあって、やっぱり私たちのこのファッション性文化みたいなのも、ポリエステルが結構やっぱいろいろやってくださってきたんですよね。すごくそれには、恩恵を受けてる部分、なんかすごいむやみにダメーとはすごく言えない部分ではあるんですけど、これこのままやっぱり同じ量、同じ工程、同じことを続けてはめっちゃダメで。そうそう。から、そこだけでもやっぱり CO2 排出量の削減を減らせるようなプロセス、まあ、今リサイクルっていうものも増えてますけど、それもやっぱ CO2 出るじゃんとかいろいろありますけど、圧倒的にやっぱり原料、レギュラーの、バージンって言われるポリエステルを抽出して作る方が圧倒的に CO2 の量とかも多いんそうですで、よね。だから減るっていう、完璧なソリューションではないし、減らすっていう面においては別のソリューションをどん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 移行した方が本来は良いっていう感じ、なんですなよ。んか、そう、世界中にも
十分すぎるぐらい服って有り余ってますもんね。もう、だって、半分捨ててるんですもんね、製品。半分か。そう、すご構造上い。ね、やっぱり、まあ、一つはその構造上、大量に作ることで売り上げベースだったりするので、まあ、去年の単純に2倍売ろうとか、そういう意味の生産量を増やしていくっていうのももちろんありますし、やっぱり機械ロス、その去年よりも売れちゃったらどうしようっていう機械ロス、に対する、そこから、まあ、必要以上に物を作るっていうのは、多分、まあ、あれですよね。お家でもあると思うんですよ。本当は必要な分、一膳だけで、一膳分食べればいいから、だけど、一合だけしかないみたいなのあるじゃないですか。まあ、そういうこともあって、まあ、原料のプロセスとか、生地を作るプロセスでも、本当は10メートルしか、まあ、50メートルしか必要がないのに、機械がやっぱり何千メートルしか作れないとかね。なるほど。やっぱりそういうふうになってくると、結局、生産したいっていうものよりも、大量にできてしまうって、やっぱ構造があるんですよ。だから、そこをなんとか、なんだろう、生地をシェアしたりとか、その、ね、できるだけ、ちょっとずつ、ミニマムロットでもいいから、高く買ってくれるとか、そういうふうにしていかないと、これ絶対減らないんですよ。そうですよね。そう、私も、それを聞いて、だいぶショックで、リサイクルに送っ、なんか、リサイクルボックスみたいなのあるじゃないですか。あとりか、ます、古あり着ます。回収みたいな。それも、いや、リサイクルされても私たちいらんから、みたいなこと言われてるとか聞いて、もう、十分すぎるぐらいあるから、誰もいらないみたいな状況を聞いて皮膚のて。ね、なので、それを聞いた以来、ほとんど私、服を買わなくて、これもお下がりというか、もらい物なんですけど、とか、お父さん、お母さんが使ってた、80年代チックの、いい感じの やつをよく着てたりするんですけど、それでも、例えばこれ、もらい物で、作る過程は、一旦ミス、あの、なかったことにしても、もう作られちゃったからしょうがないみたいなことにしても、これ私着なくなったり、ボロボロになったりして、捨てたらまた燃やされるのか、みたいな感じになって、そうすると寿命長くないと困りますよね。これがあと1年後にもうボロボロになるとしたら、捨てないきや、ゃいどうけないしよう。からね。そう。捨てるのもな、みたいな気になって、どうしようっていう気になるので。か、なんか、作ってしまったことに対する、まあ、ソリューションはもちろん必要ですし、その、作るんであれば、ちゃんとケツを拭くっていう、そういう仕組みも必要。だから、うちの場合も、その、提供してる以上は、回収システムとか、リユースっていうことを、まあ、やるっていうところで、今、なんていうのかな。で、無駄なものを作らないとか、そういうことをやりながら、まあ、進めてるんですけど、で、結局今、じゃあ、もう、作ってしまった無駄なものをどうするか問題については、これ本当、技術待ちみたいなところがあって、リサイクルはできるんですね。できるんです。さっき言ってた、ポリエステル製品とか、混ざっちゃってる、ポリエステルナイロンみたいなものも、混紡って言われる素材もできるんですけど、いわゆる、なんていうのかな、こう、出口が、二つとか三つとかしかソリューションがなくて、ウェスっていう断熱材っていう、断熱材か、車の間のクッションになるか、で、あとは、なんだろうな、こう、本当に、ちょっと英語忘れちゃったんだけど、リサイクルの中でも、すごくダメな品質のリサイクルなものになってしまうので、結局、二次流通した時に商品として全く売れないんですよ。だから、ウェスに、だから今出口はウェスになるか、なんか、まあ、ちんちくりの商品になるか、俺のね、なるか。で、今、水平リサイクルって言われてるのが、その服から服になるっていうものをあるんですけど、これは1%しかできないんですよ、今。1%。で、できるのはどうしてかっていうと、純正のポリエステルだったり、純正のコットンだったり、で、そういうことによって、徐々にできてきてるっていう感じで、ほとんそうなんど、ですね。元通りにはやっぱり戻らない、要するに、具合の悪い品物ができちゃって、結局これが売れなかったり、長く持たなかったりする。から、ダウンサイクルかな？なんだっけな、これ。アップサイクルの逆ですよね。
基本的にはそういう、今出口がないっていうのが問題なので、リサさんが着てる服、技術待ちなので持ってた方がいいです、多分。そうですね。うん。持ってた方がいいです。確かに。うん。で、コットン100は私、回収しようと思ってるんですよ、今。うん、日本中のコットン100だったら、なんとかリサイクルできるものがあるので、リサイクル製品になるものがあるので、ちょっと、今はちょっと段階として、他の仕事があるので、なかなかできないんですけど、それをちょっとやる予定ではあります。100% はやっぱしやすいっていうのはあって、だから必ず、今お風呂でもらったとしても見てくださいね、必ず。そうですね。うん。これは何かなって。そう。ポリエステル100だったらまだ、なんとか、一旦、こう、粒状の、粒子みたいなものに戻して、フレークに戻して、なる技術がまだあるので、それがやっぱり高かったり、こう、投資がなかなか回ってないっていう部分があって、その出来上がった商品自体が高かったりするので、そうなんですよね。そこら辺は、から、安く手に入れたものでもちゃんと見ていただけたらなと思うのと、まずは、なんだろう、自分が、こう、持ち服だけでもちゃんとしようっていうのがやっぱいいと思います。なんか、他のあの子どうなっちゃったんだ、あの子どうなっちゃったのって気にしすぎると、もう多分、辛くなっちゃうんですよ。そうそうそう。だから、まず自分と半径の周りだけでも、なんか、ちゃんとやっていこうじゃないけど、そっちの方が、心の衛生的にいいので。そうですね。そうそうそう。そうなんですよ。あ、でも、ちょっとずつ知ると、あれですよね。選ぶ服とかも変わりますよね。うん。うん、なんか、私、原料ほとんど見たことなくて、はい。服を買うときに。うんうん。大体、大体古着だったら、ない、OK。うん。で、デザインが好き。着心地みたいな3点みたいなところで選ぶんですけど、うん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 、なかなかね、そんなにそう原料見たことなかったです。下着ぐらいかも、原料見るのは、うんうん、原料、下着はやっぱりなんかオーガニックがいいみたいなこだわりがあるんですけど、うんうん、そう服は服ってか、うん、こういうのはなんかあんまり見たことなかったです。うんうん、どうしてもやっぱりね、気に入るってなるとデザイン面とかも影響するからね、結構そこありますよね。うん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 、いやだからできるだけこれから買うものはそうしていただいて、残りどうしようかっていうのはめっちゃあるんですけど、とにかくこの国から出さないようにした方がいいなと思ってます。なんか結構、あ、そうですよね。結局他の人たちに押し付けて、いらないものを押し付けて、結局不当投棄とかなっちゃってる、うんうんうん、でとにかくもう自社じゃない、自国で完結、自国で回していく、うん、っていうのがやっぱいいと思うんですけど、あ、聞きたかったんですけど、オランダって、その、洋服にしても、まあ、いろんなものにしても、その、サーキュラーエコノミー的なものが発達してるっていうイメージが勝手にあるんですけど、実際、なんか暮らしの中で、あ、これサーキュラーになってますみたいなのってありました？いや、正直特にないです。あ、すごい変なリアクション。いや、なんか、あ、そうなんですか。いや、服も結構都内の感じに似てて、 H&M、ザラ、まあ、ユニクロみたいな、うん、で、そうですね、サーキュラーになってるのは本当に、ビールをスーパーで買うと、うん、ビールとかなんか瓶に入ったものをスーパーで買うと、瓶代を払わされるんです、まず。瓶代でプラスビール代、うんうん、そう、を払わされて、で、瓶だけ飲んだ後に持って帰ると、うん、クーポンがもらう、なんか、お返しもらえるんです、うん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 。っていうのはあったんですけど、それぐらいかな、うん、あ、じゃあ、あれだ。サーキュラーエコノミーっていうか、まあ、うん。別にって感じですよね。そうなんだ。なんかほら、聞くところによると、もうサーキュラーエコノミー大国みたいな、こう、いいレッテル貼られてるじゃないですか、オランダ全体的に。で、あとサーキュラーの都市かな、その、アンムスが多分それに指定になってて、まあ、都市自体が全部そういう風に建物にしても、あと、乗り物とかもそうじゃなかったかな、自転車とか遊具とか、なんか聞いた話ですけどね、そういったものは割とって聞いたことあるんですけど、違う。
いや、結構、多分ですけど、憶測なんですけども、そういう指針の事例はたくさん、確かにいっぱいあって、ただ、全部がそうかっていうとそうでもないから、多分進んだ事例だけが、一人歩きして、そういうことか。世間に広まってしまって、でもそれは進んだ事例であって、すべてではないっていうのが、実際なんじゃないかなと、私は、思ってます。日本の禅みたいなもんですね。禅とか仏教の。日本全部が善なのって言われたら、いや、みんな別に、みたいなな感感じじでだすけど、よね。もちろんこういうところもたくさんあるけどっていう感じだと思います。そういうこっちゃですね。じゃあ、あれですよね。前、リサさんにお話したけど、オランダだと、デニムを世界で一番、履くところなんで、それに合わせて、デニムのサーキュラーシステムを持ってる、ブランドさんがあって、回収をして、サブスクだったのかな、あれって。サブスクで回収して、履き終わったらまた、デニムに戻るっていうのを、結構2、3年前からやられてる。うちもお取引しようかなって言いながら、ちょっと、ジャパンごめんって言われたところだったんですけど、あ、そうなんですね。ジャパンっていうか、知ってます？思い出しました？マットジーンズ？ヌーディジーンズ？マットジーンズ？違う。靴下のサブスクでしおた。ー、おー、なるほど。2ヶ月に1回、お楽しみの柄のオーガニックコットンの靴下が届いて、で、もうヨレヨレになったやつは返せるみたいな。返して、また糸に戻して、新しい靴下になって2ヶ月後に届くみたいな、そういうのがありました、ありそうましいえたば。か？それ、サービスとしてまだ残ってるんですかね？多分残ってると思います。ハウスメイトがそれやってて、いや、私最近靴下のサブスクしたんだよねって言われて、靴下のサブスク？みたいな、聞いたことないわと思って。それを今思い出しました。なるほど。いや、それ、ちょっと、同じことなんですけど、さっき言ってた、同じクオリティにならないんですよ。一回回収しても。で、10の一部にはなるんですけど、同じクオリティにはならないので、要するに5%は10の、コンシューマーリサイクルから、つきますってなるんですけど、その95%の行方どうしようかなと思った時に、靴下だと思って。リサイクルコットンの靴下作るようにして、同じことしようとしてたんですよ。確かに。ね、消耗品って結構あるから、あとパンツとか。結局、捨てなきゃいけないもの？そういうものはね、そういうふうにしてた方がいいなと思って。天でね、何年後かわかんないですけど、みんなの天が固まったらですね、やる予定だったりするんですけいど。やー、ぜひやってほしいです。いや、あれ、本当に捨て時というか、絶対誰かしら捨てちゃうじゃないですか。で、最初土に埋まるとかいろいろ考えてたんですけど、土にコンポストとかを一緒に用意して、植えて、パンツを植えて、そこから花が咲くとか、最高。そういうことにしちゃおうかなとか、いろいろ考えつつ、でも今言ったけど、リサさん欲しいですか？それ。あ、欲しいです。本当ですか？花咲くパンツ？あったら。あ、本当ですか？だってそこからね、家庭菜園でトマトとか生やして、これ私のパンツからできたトマトみたいな、めっちゃ面白くないですか？そんな感じ、そんな感じ。あ、これ靴下。花咲く靴下と、そういうことができるのは、やっぱり、成分解性がちゃんとあるものとか、ちゃんと、プラスチック製というか、石油由来がないものとか。でも、話それちゃうんですけど、最近ね、あれなんですよ。成分解性があるポリエステルできたんですよ。しぶといですよね。すごいなと思って。すね、それ何でできてるんですか？なんとかポリはつくと思うんですけど、なんだっけな。何かと混ぜて、これすごい忘れちゃったから、ここのお話で使うのちょっともうあれなんですけど、何かで成分解性がちゃんとあるんですよ。水にはもちろん溶けないんですけど、ポリ乳酸とか入ってんのかな？ちょっと忘れちゃいましたけど。でもちゃんとした、ポリエステルでしっかりとした生地感というか、ユニフォームに僕も
着れるみたいなやつで。へえ。だからポリエステルし、やっぱしぶといなというか。ねえ。そうですね。うんうん、いや嫌いじゃないんであれなんですけどね。そう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 。そういうのも出てきてたりするんですよ、余談ですが。そうそう。だから、ね、今度もしかしたら次第に CO2 を出さないポリエステルとかね、もしかしたら出てくるかもしれないですしね。から、なんかこう、私個人的にいつも思うのは、こう、人間バカじゃないから技術革新をして、多分いろいろこの先も乗り越えていくとは思うんですよ。やっぱり目標に向かって。で、もちろんそれをやるっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱり生活自体を変えていくっていう必要性ももちろんあって。うんうんうん。なんか、同じことを続けたい気持ちって、こう、惰性だからあるじゃないですか、人間だから。変えれないっていう気持ちはありつつ、やっぱり何か次の新時代というか、新しい時代の暮らし方にこう慣れていくというか、合わせていく。まあ、それを見直したりしながら。で、ね、やっぱ同時期にやっていかないと、急にそれが現れたとして、気持ちがついていかないと思ってるんですよね。うん。だから、今の、なんか、聞いた話によると、今、日本って、リサイクル回収システムって、ほぼほぼ出来上がってて、やろうと思えば 100% 衣類の回収も、何でも回収ってできるんですって。そう、仕組み自体はあって、これは他の国ではない話で、他の国では回収の仕組みがなくってすごく止まってしまってるっていうのはあるんだけれども、日本はそれがあるんですね。ただし、その後の使いよう、そこから、回収する気持ちがついていかなかったり、その回収する仕組みはあっても、回収する気持ちがついていかなかったりとか、そう。そこがやっぱり人の生活のスタイルを変えないと、そこは乗っていかないっていうのがあるんですね。だからやっぱり技術と同時期に自分たちもこう一つ一つ変えていくっていう必要性は多分ずっとつきまとってもあるんじゃないかなって思って、このやっぱり5年から10年はやっぱりこのみんなで変え時、生活スタイルとかを変え時なんだろうなって、思って、で次の船に乗り換えるじゃないけど、本当そうですよね。それこそなんかデモも一緒だなって今思ってました。あ、本当ですか？そう、気候変動、解決策はもうあって、化石燃料をやめて、で、今、技術がまだできてないけど、CO2 をこう吸収する装置みたいなのも作ってるので、それ2つ合わせたら大丈夫なはずなのに、なんか、まあ、いろいろ政府のあだこうだとかあったり、企業のあだこうだとかがあったりして、結局、なんか人がそういうふうに、その選択肢を取ってないっていうのが問題じゃないのかなって思ってて、なんかそれってやっぱり心の問題っていうか、なんか頭ではやり方わかってるのに、なんかこっちにやろうっていう文化がないとか、そういう思いがないっていうのが、それさえあればと思ってるんですけどね。そう、それさえあれば。だから、今、自分がやってるエンタージーの中でも、最初から開発から携わって、そこから商品を作って、で、使ってもらって、で、回収も一緒にして、まあ、リペアとかいろいろしつつ、最終回収をして、この全部のつながりのエコシステムを作ろうとしてるんですね。で、っていうのも、やっぱり私、さっきのサーキュラーエコノミーには、どっかしら課題があって、仕組みがあるのに広がってないっていう、やっぱりそれって、私たちが、こう、なんかこう、ジレンマで、人に渡せないとか、わかんないけど、なんかジレンマで、どう捨てていいのかわかんないのか、それってつながりがないとか、そういうところなのかもしれないなと思ったときに、まあ、エンタージーでは常に、この作るところから、みんな、再回収、リサイクルして再利用するまで、こう、もうずっと人同士でつながってるっていう、このエコシステムがあるだけで、安心して、だからポイポイ捨てていいってわけじゃない。そういう意味じゃなくて、人と人がそういうふうに、あ、こう繋がっていくのが当たり前なんだな。無駄を出さないように、ここ同士で繋がってれば、次の人へ受け渡せるし、次の商品にもなるしって、この安心圏っていうのがすごく大事で、ちっちゃいけどそれやると、横展開できるんじゃないかなと思ってて、だからまあ、エンタージー発信かもしれないけど、そういうエコシステム、一個の、人が鬼
出すサーキュラーみたいな、そのちょっと考えてて。いいですね、うん。じゃないとやっぱ、やっぱね、最終的に人次第なところが大きいなって、うん、私も本当に気候変動と同じぐらい思うことがあるので、なんか、そうそうそう、似てるなって本当思います。うん。という。いやー、ちょっといい時間になってきちゃってますけど、なんか、リサさんの方で、なんか、そうそうそう、聞きたかったこととか、言いたかったこととかあります？トピックスとして。言いたかったこと。うん。なんか、今目指してるような、今、サーキュラーエコノミーとかって言ってくれてましたけど、なんか今目指してるようなファッション、ファッション関連の、なんて、ファッションの形、はい、っていうのってなんか描けてますか？目指してるファッションの形。はい。大きいところで言うと、私はその洋服で最終的に地球に恩返ししたいっていうのが目標なんですよ。その、まあ、どういう感情かっていうと、やっぱりその、今も昔もファッションがもう、大変皆さんにご迷惑をおかけしてしまいましたと。地球、まあ、地球環境及び、まあ、人々、働いている人々も含めて、なんだ気なしに、もう、悪気はないんですって言いながらそんなことしちゃったなっていう気持ちなんですね。うん、で、な時に、やっぱり恩返ししたいなって思ってて、だから、もしできるとしたら、具体的に思ってることは、いわゆる再生農業、的なことをお洋服でもできないかなと思ってて、さっきの私のパンツで花が咲きましたじゃないけれども、うん、本当にちょっと待ってて、その、うんうん、いわゆるじゃコットンとか麻とか、まあ、よくね、ひまわりの種育てたら放射能がなくなりましたみたいなのって、チェルノブイリであるみたいな感覚なんですけど、その、ファッションの種をまいた時に土壌が生き返ったりとか、その CO2、うんうん、炭素をもう吸わないどうしようもない土地がたくさんある中で、それは観光農業とかでもう私たちがやりすぎてしまったのを、うん、ファッションっていう、まあ、いわゆる作物生き物の力で、うん、まあ、地球に恩返しできたらいいなっていうのをちょっと漠然にすごい思ってるんですけど、そしたらちょっと成仏できるかなって思ってます今。だから全然具体的じゃないんですけど、大きい夢は目標はそんな感じ、はい、伝わりました。ありがとうございます。うんうん、はい、うんうん。そうなんですよ。いいですね、そうすると、おのずとね、CO2、まあ、いわゆる気候変動にも、ちゃんと、恩返しというかね、気候変動がない社会に戻せる可能性もあるし、だから、うん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 、そのためにはさっき言ってた、脱石油っていう部分の、うんうん、衣類の、進み方だったり、その、人が関わるサーキュラーの方だったり、もうその、ピュアな石油の原料に頼らない、まあ、衣類社会っていうのを、まあ、目指していきたいなっていうのは思ってたりします。うん。そう、いいですね、こんなこと、いや、こんなこと言ったら、本当石油業界に刺されて殺されてしまうんじゃないかと。いや、笑ったけど笑い事じゃないですよね。じゃない、そうなんですけど。もう6割方というかね、大きい産業はそこから来てる部分もあるので、うんうん、はい、なんですよ、うん。そんな感じで思ってます。え、リサさんはどうですか？なんか。ビジョンですか？その、描いてる。今後目指してるような。うん、私は、もちろん、ね、化石燃料産業が、に頼らなくて、うん、再エネでエネルギーが賄えるような社会。で、気候変動が止まってるっていうよりは、まあ、気候変動が落ち着いてる、うん、変動が落ち着いてる社会っていうのはもちろんあるけど、それと同時に同じぐらい、そうやって市民の声が反映されるとか、あ、私それ思った、ね、どこかの石油王とか石炭王が、うん、よし、儲かったぜ、へへへ、みたいな風にしてるんじゃなくて、ちゃんと、みんなのためになるように、うんうん、そうやってね、人権問題で死んでるような、事例がなかったり、知らぬうちにカエルがいなくなってたり、うんうん、そういうこともないような、なんだろう、みんながそうやって同じぐらい対等に意見を言えるっていう社会があったらいいなって思ってます。なるほど。
や、めっで、ちゃ素私も敵。全然具体的じゃないんですいけや、ど。ビジョンテーマはそういうそもうのですよね。ですよなんね。かね。ちょっと最後になんか、できるアクションみたいな話はちょっとしたと思うんで、あれなんですけど、なんだろう。あえて、こう、懐疑的な人っているじゃないですか。こういう問題に対して。うちもいっぱいいるんですよ。あんまり全然気にしてないんですけど、正直。なんですけ確かにど、懐疑的って意外、なんファか。ッションに懐疑的って、どちらかというと、エシカルファッションに懐疑的って言った方がいいのかな。なんかそういう。ああ、なるほど。例えば気候変動のそういう、やられてる活動でもそうだし、その気候変動に対するソリューションとして懐疑的とかもいろいろあると思うんですよ。私もそうなんですけど。エシカルファッションは、エシカルファッション自体も、その世のファッションを世直しするソリューションとしてはどうのこうのってごたく並べられがちだし、そういう人というかそういうマインドに対する、まあ自分もしかしたらあるのかもしれないですけど、そういう懐疑的なものに対する、あえてなんか声をかける言葉があるとしたら何て言います？なんかね、なんでそれ聞いたかっていうと、結構これからできそうな、あ、こういうのがダメなんだ、あ、こんな感じなんだっていう話はちょっとできたのかなって思った時に、とはいえ、なんか日本人の、なんていうのかな、こう集団自意識というか、なんか変に思えたくないとか、新しいものに対して、そんなのなんか意識高いだけじゃんみたいな、そういうふうな、思う、ってあると思うんですよ。それは認めなきゃいけないところだし、あるなっていう、そういう私たち民族性をやっぱり抱えてるなって特徴としてあるなってなった時に、そういう人たちもやっぱいるっていうのを認めつつ、どうこう、お互いというか私もあるだろうし、どっかの中では。なんか、折り合いをつけていくための一言なのか、なんか声をかけるとしたら、どんなことを言ったり、どんなことからあれじゃないって言えそうですか？なんか、今。ああ、なるほど。私だったら多分、なんか、質問したいかな。なんかそういう人たちがどういう世界を見てるのか私には全くわからないので、全くってわけじゃないけど、わからないので、なんか、気候変動に懐疑的だったら、でも最近天気変だと思わない？とか、気候変動のデータについてどう思う？とか、それじゃなかったら、なんかシステムチェンジとかデモとかに懐疑的な方だったら、じゃあどうやったら私たちの声って届くと思う？なんかもちろんデモが正解って言ってるわけじゃないので、他にももちろん、方法はあるし、いろんな方法をしていく人が必要だと思うんですね。私とか350はデモとか、そういう市民アクションっていうのをそうやってね。るけど、もちろん、なんかね、ファッションでやる人も必要だし、インフルエンサーとしてやる人も必要だし、テレビでなんかアナウンサーの人も必要だし、本当にみんな必要だと思うので、なんかじゃああなたはどういう手段を取りたいですか？みたいなのを聞いてみたいかなって思います。なるほど。質問をしてみるっていうことだったり、意はい。見を伺うってことですね。ああ、素晴らしい。使おう。ぜひ。なんか、聞かれることって多くないですか？どうしたらいいですか？みたいな。聞かれること多いですね。でも、そしたら、でも、やることは本当にたくさんあると思ってるので、なんか本当に今からできるって言ったら、電気をこまめに消すっていうのもそうだし、ちょっと1週間かかってもいいんだったら、銀行の預金をダイベストして、石炭に投資、融資してるところじゃなくて、もっと、そういうことをしてない銀行にお金を移して、銀行の方に、こういう気候変動が理由で、私、切っちゃいましたよ、みたいな宣言をするとかもできるし、でもっと1年とかできるんだったら、そういうふうにコミュニティに入ってもらって、コミュニティでそういうふうなキャンペーンを打っていくとか、気候変動基礎クラスを教えてみるとか、いろんな方法があるので、そう、なんか、アクション何できるって聞かれたときに、私大体3つぐらい紹介しまなす。るほど。めっちゃ参考になりました。なんか、今日は9時までってことでもう実はお時間なんですよね。あ、本当だ。で、そうなんですよ。なん早かっか、た。本当になんか雑談多かったかなと思いつつ、あっという間に、私もでも結構面白かったです。なんか最後に感想を言い合って終わろうかなと思うんですけど、
なんかどうでしたか？なんか初めてこういうトーク形式というか、なんかこんな感じで、緩い感じだったんですけど。いや、なんか緩い感じだったけど、すごいたくさんの学びがあって、私的に一番の衝撃は、作る段階ですごいたくさんの、作CO2。る段階がほとんどみたいなの CO2 を出してるっていうのが、すごいびっくりだったし、なんだろう、なんか、気候変動とファッションって、そう、今日実は始まる前に何話そうかなと思ってて、気候変動、ファッション業界が CO2 排出たくさんしてるっていうのは知ってたんですけど、なんかそれ以外に何も思いつかなかったけど、でも話してみて、すごく、なんだろう、大元の原因、なんかお風呂のイメージで私的に、大元の原因の、蛇口がめっちゃもう、一番最強になってて、バーって入ってて、でも、排水口がないみたいな。水が溢れるみたいな。で、そんで、なんか、こっちも閉めつつ、排水口を作んなきゃみたいな、イメージで、そこは気候変動も、CO2 をバーって出してて、でも、取る技術がないっていうのも一緒だし、そう、ファッション業界で言ったら、すっごいたくさん作ってて、もう溢れ出るぐらい服あるのに、リサイクル技術がないとか、いい感じに、ゴミとして排出しなくて、なんかいいこう、出口いいが感じにね。ね、お花になるみたいな、そう、出口がないっていう、なんか、すごいお風呂のイメージなるで、ほど、なわあ、るそほういうとど。ころも似てるのかと思いながら聞いてました。なるほど。いやー、でも私もちょっと似た感想を持ちました、今日は。なんか、すごく、もともと始まる前から、問題の大きさというか、世間から思われてる感じとか、あと、ソリューションが結構バカでかいとか、結構そういうところが似てるんだろうなとかも思ったし、ある意味そういうところがつながりなんじゃないかなとか思ったり、で、私はどちらかというと、CO2 の量っていうちょっと嫌なところでつながっちゃってるっていうのも知ってたんだけど、一番でも今日良かったのは、やっぱり解決策は見えてるのに、そこにみんなが気持ちがついていってないだけなんだ。変化に対して、まだまだ行動を起こせてないだけなんだってことを、なんかファッションもそうだし、気候変動もそうなんだって知れたことっていうか、なんかこう、気持ちを合わせられたことがめっちゃ良かったです。本当ですよね。ね。確かに。だから、そう、ソリューションは分かってるし、日進月歩で技術もできてきてる。だけど、自分たちの気持ち、行動がっていう、これを、まあ、どう、しれっとね、なんかみんなに、ね、どうすかみたいなね、やってたのは、なんか私たちだし、もうみんなの仕事だなって、今日はちょっと腰重いけど、なんかやっぱこういうのでダイエットに似てるじゃないですか。なんか、一回太るのは簡単なんだけど、それを元に戻して、痩せる確かのに。はみたいな、なんか CO2 も同じだなって思ってて、一回太るのめっちゃ簡単なのに、もう減らして減らすのも超大変みたいな感じをしてて、でもそれってみんな経験したことあるというか、なんかその、あ、一日一日がものすごく大事なんだなっていうことじゃないですか、結局。今日の一歩が明後日の100歩みたいなこととすごい似てるので、なんかみんなでなんていうんですかね、地球ダイエット計画じゃないけど、なんかそういう、やっちゃったことに対してちょっとずつなんか減量、していけたらなと毎日のは、選択ですそう、よ毎ね。日の生活、ほんとそれしかない。ほんと、急には無理無理。だから新しい技術できても絶対リバウンドするって思ってます、ぶっちゃけ。だからやっいぱや、り本当ですよね。自分たちのこう満たされてる感じ、たるをしてるなーっていう感覚もそうだし、常に充実してるなっていう心の持ちようももちろんそうだし、そしてやっぱり一つ一つの積み重ねで、私はすごく素敵な自分になれるんだじゃないけどね、本当にダイエットに似てるんだなって思っちゃいましたっていうお話でございました。そんな、ありがとうごいざいましえいえ、た。という、なんか緩くてよかったですね、なんか。すごね、なんく、かお話も聞けいや、て、なんかお茶して本当みに、る気分で。ね、本当に、なんかこう、濃度は313な感じ、315な感じしましたね。本当ですね。そう、ムードは315な感じでお話できて、すごい良かったです。なので。いやー、ということで、なんかまた機会あったら、この環境月間のタイミングとか、あとはなんか、そうだな、なんか、デモについて私ちょっと考えてみたいなと思うので、ぜひ、ぜひ。なんかまた、
つながりを持たせてください。ぜひ。はい、こちらこそありがとうございます。はい、お誘いもらって。ないです。なんかこれアーカイブとか載せちゃっても平気です？はい、もちろんぜひやってほしいです。ちょっとなんかあのやり方わからないですけど、ね、私もちょっとはい、やりますんで、はい、はい、お願いします。はい、今日はゲストは、スリーフィッチのリサさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあそれでは切ります。はい、ありがとうございました。